もらうお話は学校で起こった不思議なお話なんだ。この不思議な出来事に出会うのは涼太、美奈、学ぶの仲良し3人組。涼太は運動大好き、勉強はちょっと嫌いな男の子。美奈ちゃんは男の子にも負けない元気な女の子だけど優しいところもあるんだよ。そして学ぶくんは運動はちょっと苦手だけど勉強は大の得意なクラスの学級委員。そんな3人が小学校で起こる不思議な出来事に出会うお話、学校の怪談をみんなで見てってね。それじゃあ第1話、毒蜘蛛のお話の始まり始まり。その不思議な事件は夏休み直前の終業式から始まった。さて、明日から皆さんが楽しみにしていた夏休みが始まります。休み中皆さんとは少しの間会えなくなりますが、元気で規則正しい生活を送ってくださいね。ところで皆さんに注意しておきたいことがあります。テレビのニュースや新聞の記事などで知っている人もいると思いますが、先週隣町の小学校で毒蜘蛛が発見されました。幸いまだこの緑小学校の付近で発見されたという報告はありませんが、もし見つけても決して触ったりしないでお父さんやお母さんに知らせてくださいね。それでは皆さん、一学期お世話になった教室と職員室の大掃除を始めることにしましょう。学級委員は教室の掃除が終わったら先生のところまで来てくださいね。はーい。職員室じゃいつものようには逃げられないね。うるさい。はい、今度はこの机の上ね。はいはい。でさ、その学校の子の話だと毒蜘蛛に刺されて今も病院に入院してるんだって。やだ。あ、そうそう、私も直接聞いたわけじゃないんだけど、うちの学校にも出たそうよ。それマジ？その子の話だと6年2組の女子がクラブの帰りに渡り廊下ですっごく大きな雲の影を見たんだって。なんだか怖いね。そっか、もしそんな大きな雲がいたらすげえじゃん。なんて名前だっけ、あの毒蜘蛛の名前。確かなんとかゴケグモ。あ、思い出した、イカズゴケグモじゃなかったし、セアカゴケグモだろ、うん、セアカゴケグモ、オーストラリア、インド、東南アジアなどの熱帯地方が生息地。毒を持ち、噛まれると痙攣などを起こすが、ほとんど数週間で治る。攻撃性はなく、こちらから素手で掴んだりしない限り噛まれることはない。さすが大学教授の息子ね。でもそれ1メートル以上大きくなったりすることってあるの？それはないね。そんな大きな雲は他のどんな種類の雲を調べてもいないよ。ちょっと待って、話があるんだ。話？毒蜘蛛探検隊？いいか、今日から学校は夏休みだ。もし本当に大きな毒蜘蛛がこの学校のどこかに潜んでいて、誰もいない休みの間どんどん増えていったらどうする？2学期の始業式の日にどれだけ多くなっているかわからないぞ。だから俺たちで今のうちに毒蜘蛛を探し出そうぜ。な、うん、なんだか面白そうだね。そうね、やりましょうよ。よし、決まった。もういいんじゃない？うん、用務員さんもさっきの見回りで終わりじゃないかな。よし、出よう。はあ、苦しかった。 2,3 時間もじっとしてたからね。それにしても、なんだいその荷物は。何を持ってきたの？それは秘密さ。さてと、
毒蜘蛛探しに出かけようか。今のところ別に異常はないな。そうね、やっぱり毒蜘蛛なんかいないじゃない。まだ探し始めたばっかりじゃんか。今夜は満月で明るいし、怖いっていうよりなんか退屈だなって感じ。やっぱりリョータの考えることってなんか子供っぽいのよね。毒蜘蛛探検隊って言ったって何も出てこなきゃどうにもならないじゃない。ミナちゃん、それはちょっと言い過ぎだよ。くそ、言いたいこと言いやがって。そうだ、よし。ねえリョータ、ここってさっき噂してた渡り廊下だね。ああ。リョータ、さっきはごめん。別に気にしてないよ。悪い、俺トイレ行ってくる。リョータ。ギャー。リョータ。リョータ、大丈夫？大丈夫だよ。ミラちゃん、落ち着いて。引っかかった、引っかかった。おもちゃだよ、これ全部。いや、このくらいでこんなに驚いてもらえると嬉しいな。どうだ、これで少しはドキドキしただろう。いや、マナブ、これって不公平だよな、絶対。あれはリョータが悪いよ。リョータのバカ、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 バカ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 、もう知らない。ねえ、先に行っちゃったよ。ほっとけ。何が毒蜘蛛よ、何が怪物よ。出てこれるもんだったらさっさと出てきなさいよ、もう。雲、出たな。そんな大きな雲がいるなんて。ねえ、やっぱりやめよう。何言ってんだよ、ここまで来てやめられるか。私ここで待ってる。じゃあそこ動くなよ。まったく、怒りすぎて幻でも見たんじゃないか。おいミナ、何もいないぞ。見てリョータ。なんだよ。はあ、俺こんな大きな雲見るの初めてだ。リョータ早く。ちょっと待ってて、今記念写真撮るから。そういえばリョータって大の怪獣不安だったのよね。今はそれどころじゃないのに。そうだ、殺虫剤。ほらリョータ下がって。あと一枚。奴ら怖がってるぞ。よし、覚悟しろ。やめて。あ、な、何？この雲たちを殺さないで、殺さないで、お願い。そういえばあの雲たちさっきからリョータを襲ってないよ。うん。お、俺関口リョータ、よろしく。あれ、この人ひょっとしてお化け。ああ、リョータ。リョータ、リョータ、リョータ、リョータ。あれ、ここはイチョウの木の下よ。イチョウの木。あ、そうだ、あの女の人。私が何か？
さいって。大蜘蛛は平気なくせにお化けはダメだなんて変なやつ。さっきは驚かせちゃってごめんなさい。この人お化けなんかじゃないんだよ。だってまあ話を聞いてよ。この人がイチョウの木？こういう姿で人前に現れるのは特別なことなんだって。私どうしてもこの雲たちを助けてあげたくて。あの大きな雲を？すみません、あれは私の力で大きく見せた幻なんです。ほら本当はここに。セアカゴケ雲だ。こいつが？この雲たちは好きで日本に来たわけじゃないんです。この雲は人の姿をしたイチョウの木の話では、この小学校にいるセアカゴケグモは日本に送られる荷物とともに遥かオーストラリアから来てしまったということだった。しかし毒を持っているというだけで危険な生き物と判断され殺される。イチョウの木はそんなクモたちをかわいそうだと思い、なんとか人の目に触れないように幻などを使って僕たちを近づけないようにしていたらしい。まあ好奇心旺盛で怪獣大好きな亮太には逆効果になっちゃったけど。それでこれからどうするんですか？私の力ではこのクモたちをオーストラリアに返してあげることはできません。だからせめて人を近づけさせないことくらいしか。ねえ亮太、なんとかできないの？このままじゃクモたちがかわいそうだよ。そんなこと言ったって。もしかしたら。学ぶ、何かいい手があるのか？僕、父さんに頼んでみるよ。クモたちが故郷に帰れるようにって。そっか、学ぶくんのお父さんなら何とかしてくれるかも。ねえ、イチョウさん、絶対大丈夫なんて言えないけど、僕、一生懸命頼んでみるから。俺も一緒に頼むよ。私も。だから、ここにクモたちがいること、父さんに話してもいいかな？よろしくお願いします。やったよかったね。そうだ、みんなで記念写真撮ろう。いろんなカメラ持ってるんですね。あれ、倒れた時に壊れたんだね。まったく、いつもこうなんだから。なんだと、そんなことないよ。私たちの出会ったあの不思議な事件からもう2ヶ月。セアカゴケグモはマナブ君のお父さんの助けを借りて無事オーストラリアに帰らせることができました。結局あの夜の出来事を説明できるものは何もありません。でも私たちは信じています。あれは本当にあったことだったんだと。あれからイチョウの姿を見ることは一度もありませんでした。だけどいつかまた